こんにちは。皆さんはご自宅のインテリアのお手入れってどうされているでしょうか。ソファーやラグなど洗いにくいものはお手入れするのが面倒だったり、汚れてしまったらどうしようといった悩みがあるかと思います。また肌に直接触れるものなので、特にお子様がおられるご家庭では衛生面を気にされる方も多いのではないでしょうか。そこでお伝えしたいのが、汚れを未然に防ぐという考え方です。例えば靴なんかでも撥水スプレーを使って汚れを予防することがあると思います。専用のプロテクターを使うことでインテリアのアイテムでも同じことができます。今回はそんな様々なメリットがあるプロテクターについてご紹介したいと思います。今回は最もシェア率の高いユニタスのテキスタイルプロテクターを使用していきます。家具などを購入した直後に使用するのが理想的ですが、そうでない場合は一度洗濯したり掃除機などでしっかり表面のホコリをきれいにしてから使用しましょう。きれいにできたらプロテクターを使用していきます。軽く振ってから30センチほど離してまんべんなく吹きかけていきます。触ってみて湿っていると感じるぐらいが適量です。ムラのないように全体に吹きかけましょう。吹きかけた後は半日ほど乾かす必要があるので、寝る前や出かける前なんかがおすすめです。ではどれぐらい効果があるのか見てみましょう。こんな感じで表面がコーティングされ汚れを弾くようになります。使用した時と使用していない時の差はこんな感じです。例えばソファーやラグにコーヒーがこぼれてしまった場合でも染み込みにくくなり、汚れも取れやすくなります。テキスタイルプロテクターの効果は約半年間続きます。年に2回お手入れするだけなので手間も少ないです。内容量は 500ml、 2人掛けソファーなら約4回分、 140cm×200cm のラグマットなら約8回分使える量になります。ラグやソファー以外にはカーテンなどへの使用もおすすめですが、チェアの座面に使われているペーパーコードにも効果を発揮します。革や木材などファブリック以外のものには基本的にはお使いいただけませんので、その点だけご注意いただければと思います。いかがでしたでしょうか。汚れを未然に防ぐことでお気に入りのインテリアアイテムを清潔に手軽に長くお使いいただくことができます。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。